やったー。リリコさんさすが早い。だって18時間ぶりだし意味不明ですわ。ふわふわの柔らかさと控えめな甘さ、しょっぱい塩漬け肉にも合う懐の大きさ、たまに脇を支える風のように軽いホイップ、何よりもそのままでも夢みたいな美味しさ。カロリーを気にしてパンケーキが食べられる、これ式の恐怖とスリルちょろいっての。パンケーキをないがしろにする者にわざわやりんもがあ、食欲が満たされたら次はそれ、このけだもの。ええ、学院で学んだ軍事訓練の成果を試されるわよ。次はどっちへ向かうのかしら。道はここで途切れているようだけど。大丈夫ですよ。闘技場というしないの。あなたがやったんなら謝ってほしいんですけど、携帯壊れたらどうするの。写真の方が早いのに。はぁ、貧乏もんよ。そろそろ頃合いですかね。足を打ち抜いて身動きできなくなったら命乞いの始まり。まずいです、任務中なのに。いやでも、まあユミヤ様、このような場所で再会するなんてすごい偶然。今からでもぜひご一緒に、なんて誘われちゃったりしたら、私はそうですよね。さすが私ですわ。暗殺者として周囲に溶け込むスキル完璧です。決してボッチ特有の影の薄さが発動したわけではありませんよ。入らないで。また殴る気？あの子を抵抗させた時みたいに。イスコちゃん、いい加減そういうのやめなよ。いい。篠崎くん、片瀬さんいる？1年生が帰還ですが大丈夫でしょうか。なるほど、見事なものですが、あまり活躍されると私たちの立場が脅かされるかもしれませんよ。あれ、みんな？何やってんのあんたたち。ほら、ちゃんとこっち並びなさい。困んなよ。もっと来て。私リップです、よろしくお願いします。リップ、ガンダムはグループの所有物に逆戻り、あとはサリウス代表が破棄するだけ。決まってるじゃん、でしょ。ミリッケカドカリパティ。はい。あなたも決闘に出てね。どっちが上か分からせてあげるから。ミリッケカドカリパティ、人の男に手出した落とし前きっちりつけさせてやる。ジョン・マン・シモンズ、私のキープ君12号、私の男に恥かかせてんじゃねえ。2番手の優等生なんだからお手本見せてよ。謝るから本当やめて。え、何この人。いやーね、めぐみ、っていうかね、ちょっと気になってたんだけどさ、セブ君時々私ともそんな感じになる可能性って。ないかー。そっかダメだよそんなの、道徳に反するよ、神様が許さないよ。私のセブちゃんにそんなことさせない。違うもん、私別にそんなんじゃないもん。あの、その別に私真のことなんとも思ってないけど、そのそういうのってよくないと思う。ほら、ヤマトナデシコのたしなみとかって、だからそのダメだ。一人でできるんだけど。嫌すぎるんだけど。ここにあったアケビけど、それ、うん、私のアケビなんだけど、それ私のアケビなんだけど、めっちゃ高いんだけど、頭文字だし認めてほしいんだけど、っていうか人の食べ物奪うとか可愛くないんだけど。ね、話せば長くなるんだけど、はい、大切な人を傷つけたり辛いこともたくさんあったけど、それでもやっぱりアイドルをやめられなかったのは、あの時蛍さんの輝きを見たから、社員ポストになるって夢ができたから。蛍さんの言う通り、
優秀なマネージャー君と出会うことができたから。じゃあ行ってくるね。 This is a notebook。 My name is 竹本ウルカじゃなくて、今のなし、ウルカ竹本。 I swim very very めちゃ速い。ブラボー。サンキュー。ドッグ。いざドッグなりゆき。ベリーベリーベリーキュー。You are it。グーストレイト。N。ライトライト。あとザ。ポストオフィス。ポスター。あら、ずいぶんとみすぼらしくなったわね、ジルク。ええ。私を捨てたあんたにはもっとひどい目に遭ってもらうわ。く、これからずっと仕返しをしてあげる。今さら遅いのよ。私はずっと待っていたのに、どうして私じゃダメなのよ。私はもうこんな男とは関わらない。ありがとう。あなた性格はひねくれているけど優しいのね。今のは浮世魔法ですか。はい、マティ君が使っているのを見て興味を持ちまして。私、浮世ができるなら戦えなくてもいいです。浮世魔法のやり方を教えてください。私たらまた特別任務だよ。もし悪者が現れても生還、そしてハヤッチが殴られるのを確認したら直ちに正当防衛発動。昇竜敵の元に粉砕せよ。ハヤッチにおっぱいめちゃくちゃ揉まれたから痛くて。そうだそうだ、優しく揉め。やだやだやだ、絶対やだ。お久しぶりです、八王子先輩。美術部に入部を希望します。ではこの部活、私と先輩の二人きりということになるのでしょうか。くねくね上等です。長トロ先輩。お、先輩は水着のモデルをされていたようですが。ん？私でしたらヌードモデルも辞さない構えですね。かぐや姉さん、かぐや姉さん。お、せっかくなのでうちでご飯でも食べていってください。あ、こんな殺法返し。ねえチカ姉、今度萌葉と原宿に服買いに行くんだけど、よかったらチカ姉も一緒に。臭いなって。あれ、かぐやさんとチカ姉。お願いやめて。いらないから、これ以上要素いらないから。人の兄になってるの。変な薬持ったでしょ。できないの。この際白黒つけて。お兄はこっちでも名前が通ってるの。悪目立ちして周りからからかわれるのありえないし。出てきた英文、その英文にかける情熱は何。つけんな。あの、はい、どうかしましたか妹さん。妹さん K でいいですよ、年上なんですから。篠宮副会長とはなんか緊張しちゃって、あまり上手にお話できなかった。なんて。うっさいしね。え、何これ、花占い。キモいんですけど。待ってお兄、いい感じだった女の子に避けられるのは好き避けの可能性もあるから。はあ、あんた同心人のくせに私を知らないの。寺小丸様、おはようございます。私はビル・ヘイズと申します。本日付で寺小丸様の専属メイドとして着任いたしました。今すぐ私と一緒に宮廷へ出発しましょう。おしっこしている場合ではありません。私の話を聞いてください。漏らしながら聞いてください。私は罪を犯したのです。あ、もうこのイチゴミルクみたいな甘い香りに抱かれて昇天したい。こんにちは、私はキララ、稲妻の配達会社コマニアの配達員なんだ。お荷物です、どうぞお受け取りください。にゃーん。き、君もしかして予知夢を見られる大妖怪なの。前におばあちゃんの膝の上で寝てた時に聞いたことあるけど。そんな目で私を見ないで、お客様の荷物だよ、私は絶対に開けないから。もし会社にバレたら私クビになっちゃうよ。稲妻の人里離れた山に戻って大妖怪なんかしたくない。嫌に決まってるでしょ。これ誰にも言ってないでしょうね。私はロマンティカ L。 その笑顔
マジムカつく。私の実力を見せてあげるわ。ウインドストライク。モフモフ、かわいい。先輩、期待した？期待してた？期待しちゃってました？私のこと気になっちゃいますよね。仕方ないな、いろはちゃんかわいいからな。期待しててね、先輩。すねないすねない。来年も楽しみにしてるから、またお姉さんしてね。そうなんだけど、ちょっと心配されてるのもあるかも。誕生日に日本で一人なんて寂しがってるんじゃってね。もう子供じゃないのにね。大歓迎、素敵ねそれ。日本でも家族がお祝いしてくれてるから大丈夫ってゼゼたちに教えてあげなくちゃね。それギターだよね。弾けるの？いきなりごめんね。私下北沢高校2年、1時2時間。そっか、 あのさちょっと今困ってて、無理だったら大丈夫なんだけど、お願い、私のバンドで今日だけサポートギターしてくれないかな。頼む相手間違えたか。下手でも楽しく弾くことだけは心がけよう。音ってものすごく感情が現れやすいから、ぼっちザロックを。